こんにちは、ブルーホースです。本日もディトロイトやってまいりましょう。本日は晴天なり、思いっきり雨降ってるけどね。アリスとのは親密状態。今回はね、カーラパートでございますね。前回、カーラの名前を忘れて思い出すのに非常に時間がかかってたんですけれども、なかなかセクシーな格好をしてますね。あ、起きた。二人ともあれですね。いい感じですね。起こしちゃった？あれは夢じゃなかったの。そう、夢じゃないんですね。トッドが暴走したんでね。残念ながら現実でございます。てか、これさ。あ、まずはお風呂入ろう。それじゃあ、温かいお風呂入る？And then we can go out and try to get you something to eat. ご飯食べに行こう。What do you say? それでいい。よし、アリスが、お、親密から信用に変わった。まずは、電気をつけれない。つけることができない。テレビをつけた。え、ちょっと本当に電気つけられないの？電気つけられないんだ。結局さ、アリスさ、あ、燃えてなくてよかったね。アリスさ、服べっちょべちょのまま寝たわけでしょ？大丈夫だったのかな？ほい、押して、キュッ。あれ？あ、アメリカのお風呂ってその適温であれなのかな？なんかその暑い、冷たいとかないんですかね？なんかこのカーラの目がね、まあそのやっぱグリーンな目って非常にいいよね。何何？髪の毛を切って、あ、なるほど、髪の毛を切ってちょっと雰囲気を変えることで、で、あれだね、ちょっと見た目を変えて逃れると。いいね。なかなか賢いですよ。僕ショートカット好きですよ。おー、いい感じ。あー、いいね。好き。髪の色、あー、やっぱ金かな。うん。おー、すげえ。あ、ちょっと全部見てみよう。白は？あ、白もいいね。シルバーもね。黒は？やっぱ金。金髪にこの目はすごい似合う。ただ服装がちょっと金髪に似合わない気がするね。ただ僕ね、ファッションセンスマイナス500くらいなんで。うん。え、あなた一体何として生きていくの？取り外すってできるの？え、取り外したら、取り外せんだったらさ、もうなんだろう、なんかみんな取り外しちゃえばいいんじゃないと思う。ちょっと見えない、ちょっと見えない。まあアンドロイドに興奮するほど性癖狂ってないんで大丈夫なんですけど、とりあえずじゃあ止めましょうか。まあまあ溜まったね。あちあちってか、アンドロイドがさ、その厚さわかるのかな、そこまで。そのわかる。あ、でもあれか、ターミネーターみたいにピピピ解析をした結果うんぬんかんぬんみたいな。あ、もうなんかそのアメリカの街並みとか見てたらわかるんだろうね。そのデトロイトのどこかみたいなね。お風呂いいわよ。よ完全に無視。サイバーワイルドライフ、初のアンドロイド動物園が開園。アメリカの平均寿命91歳、上位 0.4% が世界資産の 94% を所有する。事実なんだけどね、今もそうなってんじゃない。初のアンドロイド動物園が開園。サイバーライフはロサンゼルスに過去30年で設立し、外来種を展示する。初のアンドロイド動物園を開園する。オサガメをはじめとし、北極熊、マウンテンゴリラ、アフリカゾウ、数種の虎がアトラクションの目玉とされている。サイバーライフの CSR 代表であるダニエル・カーネギーは、動物園は幅広い年齢層向けであるとし、若い世代にこの脆い環境を守る重要性を伝え学ばせるという特別なミッションになっていると述べた。動物園の登場で現存する動物の絶滅に対する監視が損なわれるのではないかと訴える環境保護主義者もいるが、科学の力で絶滅種が再生されたことを喜ばずにはいられない。動物は今のところ未公開だが、サイバーライフは本物よりもリアルだと断言している。間違いなく家族の週末旅行にはぴったりのおすすめスポットになるだろう。続きまして、アンドロイドがいない国カナダ、正常な空気と暖かい歓迎の国。デトロイトってあれだよね、カナダの国境近いんじゃないの。あ、なんか下の街並みあれだね、カナダっぽかったな、あのさっきの絵とね。
アメリカ合衆国で2018年にアンドロイド法の投票が行われたが、カナダ議会は依然として国内でのアンドロイド受け入れに関する決議を先送りにしている。その結果、未だにカナダではアンドロイドの使用が固く禁じられており、国としての扱いも決まっていない。すげえ左上のアニメが気になる。何のアニメだろう。アンドロイド産業の登場でアメリカ経済は空前絶後の成長を遂げたが、その存在は記録的な失業率をもたらした要因でもあり、カナダのアンドロイド合法化議論は過熱するばかりだ。だが今のところカナダはアンドロイドフリーエリアにとどまっている。以上。あれ、お風呂行った？あ、レディーだからお風呂入れない。あ、お風呂入れないじゃない、お風呂を覗かれちゃやよっていうか、じゃあなんかテレビ見ようか。ピー、オリンピックも終わっちゃいましたからね。おお、次と思ったらボストンマラソンですね。これね、これ実際の映像ちょっと加工してんじゃない？ケビンが立ってるね。Thanks, Michael. はい、マイコー。こちらに自宅や午後11時頃、コークタウンで地震が生じていた。アンドロイド AX のウィリオスさんご本人がいらっしゃいます。Todd, 役中ってわかるやろ、顔とメール。I was having dinner. I was minding my own business.Damn thing jumped on me. Managed to defend myself, but it would have been crazy. I thought it was going to kill me. So I fought it off and ran away. Thank you, Todd. 自分の娘のことには一切触れないと。本当クソな話ですね。Police have launched a search to find the android. Let's hope they find it fast. やばいね。お風呂上がってくるかな。It's not true. 嘘ついてる。He's lying. おー、聞いてたんや。He's the one who tried to hurt us. わー、これちょっと、What are we gonna do? 自分の夫父さんがそういうことを言ってるっていうのもね。And the police are looking for us now. これだって絶対パパの元戻りたくないでしょ。あー、ここには残りの親戚アンドロイドからな。よし、アンドロイドの情報。That android yesterday, 昨日出会ったアンドロイドが住所をくれたの。He said we could get help. 助けてくれるかもって。Could be worth a try. 見ない？ああ、あの手つないで消えたゴーストアンドロイドか。うわ、固くな。行こうとしない、どうしよう。じゃあここに留まり続ける。でもお金はない、また盗む。イエー、心に決意を示そう。きっと乗り越えられるはず。だって今信用してくれてるもんね。泥棒もできてしまう。おお、さらに親密度キュンキュンするぜ。ところでアンドロイドと抱きしめて硬くないのかな。でも殴ってうーってなってるってことはやっぱシリコンとかで柔らかくなってるのかな。でもプラスチックなんだよね。実際の硬さどうなんだろうね。柔らかいところは柔らかかったらしいですよね。そうだ、食べ物を探してくる。そう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 、あのね、やっぱタンパク質とね、食物繊維を取らないといけないですからね。ニューヨーク州アリスに朝食を用意する。朝食はこの冷蔵庫、あれ、え、何してんの、あれ、もういいの？じゃあ。これ出た瞬間にズキューン !Died! You're dead! 朝ごはんは下の自販機にあったよ。これでも鍵開けっぱじゃない。うわ、警察来てる。しかもアンダーソン警部補とコナーいた。やばいね。バレないのかな？Lieutenant Anderson. デトロイト市警のアンダーソン警部補。昨夜アンドロイドが近所の店から金を盗んだんだが、何か見てないか？ No. 見てないか？ アンドロイド？うちはアンドロイドお断りだ。これに似た人を見てないですか？ Fuck. おかしいと思ったんだよ。昨夜ここに来て、普通の服を着た。それで気づかなかった。まだいるのか？ Yeah, probably room 28. ああ、28号室。Thank you. そうか、どうも。え、これ急にコナーアパートになる。お、すごい。コナーアパートになった。え、急いで追いかけないとやばいんじゃない？追いかける。You wait in the car. 交渉する。I think it's best if 私を連れていくべきです。また壊されちゃう。かなわん。Listen, You're a machine, so shut the fuck up and do what I say. All I want is a permission. I'm sorry if that upsets you. Want to see the end of your mission? Stop busting my fucking balls. やっぱりなんかどんどんハンクに切られてくよね。まあちょっと反抗期ロボットでいきましょう。28号室を調べる。
変異体の痕跡を調べる。まあいいや、どんどんついていこう、ついていこう。バレてない、バレてない。バレてない、バレてない。ついてくるなって言ったらボスとかってされたりしてね。あれ？鍵閉めとくとかしないよね。してない。アンダーソンさんが歩くのが遅すぎて。え？うわぁ、銃持ってる。なんだよ、結局もう来やがってみたいな。そういう感じなのかな。ベッドの下とかにいそうだよね。カーテンの裏は調べないのか。It's gone.いや、多分分かってんだよね。あ、違った。本当に逃げてた。だから。なるほどね。電車の駅にたどり着く。これ、もたもたしてたら捕まっちゃうとかそういうのは、うわ、警察に捕まえる。隠れましょう。危険レベル下がってるね。OK。よし。じゃあ、危険レベル。え？うわー、すげえ上がってってる。急げ急げ。駅どこよ。 RT を長押しして 90m。 あそこか。警察じゃないね。なんかこれ急いで行かなくちゃいけない。あ、隠れる。おーおーおおおすげえドキドキするな。よしよし、急げ。危険レベル。やばい。逃げろ。え、どうしたらいい？あ、挟まれてる。ここ渡りたい。Fuck, that's them. ああ、やばい。Hey, stop! Police! Which way did it go? That way. They're headed for the train station. これ見つかるオチだったのかな？それともやっぱ隠れてやり過ごすとかだったのかな？よし、追いかけるぞ。なんかさ、自分で逃げて自分で追いかけるってさ、なんかすごい、なんか面白いね、このゲーム。地下鉄に逃げたぞ。てか、コナー走れたんだね。びっくりした。あ、違う。あそこだ。いや、警官が追いかける。逃げろ。待て。これでも全力で追ってってもあれだね。ギリギリ捕まらない。おーち。残念でした。また会いましょう。Don't shoot! We need an alive! お前がなんでこう人間様に命令するんだみたいなこと言うかもしれない。そんなとこに逃げるんだ。わお。え、これ信用度下がらない。やばいね。Oh, fuck. なんだ。That's insane. おお。渡れ。あぶね。お。お。ちょ。ああ、キキ。おお、めっちゃ緊張感ある。おお。Hey, 何キロ出てんのよ。I can't let them get away. They won't. They'll never make it to the other side. I can't take that chance. Now you will get yourself killed. Do not go after him. That's an order. さあな。これ以上ちょっとハンクの評価を下げるわけにいかないし、ちょっとあの逃げた時のね、あのあれを見てみて。ほっ。ちょっと大丈夫ね。こんなん当たっただけでアウトでしょうよ。ストアまたキャップした。オッケー。ほっ。よし。おお、逃げ切れた。また X とか逆しちゃったよ、本当に。よかったけど、これちょっと当たっただけでダメージはそんなにだったね。ちょっとこんな急にさ、いきなり生死のかかったアクションもやらないでよね。打たないって判断したからあれだけど、これ死密下がったんじゃない？急に力抜けた。なんさ、だってさ、8歳か9歳くらいの女の子でしょ？まあ、何歳か、実際何歳だか分かんないんだけどさ。あー、またびしょ濡れじゃん、せっかく乾かしたら。気にするはそこじゃねえよって感じかな。でも、今からまた髪の色も変わりました。で、うわー、なんか全然あれだね。うわ、すげえ分岐あるパートじゃん。カーラとアリスが反対側に到達するっていうパートもあれば、こんな、わお、
いろいろあるね。これちょっと2周目とかやるときにいろいろ見てみよう。だってもう全然じゃん。10% くらいなんじゃ。うわー、え ?20? え、あ、スタートが違うパターンもあるからか。はー、なるほどね。で、ブロンドにした LED を外す。部屋の中を調べる。絵画、あ、絵画見る以外にも全然あんじゃん。しまったな。これ警察に見つからないで行くパターンもあるのかな。ハンクについていって、ハンクが部屋を調べる。カーラとアリス。警察に見つ、あ、やっぱり見つからなかったパターン、あ、見つからないで終わるっていうパターンもある。まあ見つかったおかげでちょっと面白い展開になってったからいいかな。これだって見つからなかったらここで終わってたわけでしょ。地下鉄乗ってどっか逃げてたわけでしょ。本当にいろんなパターンがあって面白いゲームだね。反対側に到達する。これ反対側に到達できないで引き殺されるっていうのもあったのかな。まあ、あの、なかなか白熱したパートで非常に面白かったと思います。ということでね、本日の動画も以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。